そう、さっきまで、ついさっきまで笑ってたじゃないかよ。みんな、みんな、なんでだよ。とにかくこれ以上誰も死なないで、委員長としての命令よ。篠崎、宍戸先生と森重君とゆかちゃんを見つけて。ここから帰るんだから。ああ、もちろんだ。いい、殺害犯は幸子よ。出会ったら気をつけてね。奈穂さんやゆきちゃんの話では、殺害犯幸子の懺悔を引き出すことができれば、殺された三人が自動的に条例されて、この校舎を包んでいる例示場が開き、元の世界へ帰れるかもしれないってことよ。赤い服の幸子か。どうすれば懺悔なんてさせることができるんだ。だよね。あなたたちのさっきの話、逆落ち法について聞かせてくれる？このテープで帰るための方法みたいに言っていたんだけどね。肝心のところで切れてたんだ。テープを変えるって言って終わってるから、きっと続きがあると思うの。キビキって人の取材テープみたいで。キビキ先生の？あ、うん。この方法さえ分かれば、これ以上霊とかに関わらなくて済むし。条例？とかより簡単そうだし。だけど、それじゃあ根本的な解決にならないよ。条例法、私に逆落ちじゃない方を奈穂さんが教えたのは。この恐ろしい呪いの拡大を止めてほしいと考えているからだわ。この学校をこのままにしておくと、これからもずっと。たくさんの子たちがここに閉じ込められて、無垢死んでいくんだよ。そんなの、ただの高校生の私たちに何ができるっていうのよ。
幸子に罪を後悔させる、その方法を、なんとか探るんだよ。なんで最初から無理って決めつけてるわけ？私の話だからうさんくさいって？そうじゃないけど。とにかく協力して頑張ろう。俺たちは坂内法について探りながら、ユカやみんなを探すから、ヨシキと篠崎はユイ先生たちを探してくれ。おう。揃ったらここに戻ってこよう。待ち合わせだ。サトシ、これやるわ。お、なんか味方してくれた子供の霊からお前らに渡してやれって預かったんだ。じゃあ。委員長、気をつけてね。中島さん。ん？あんまり持田くんに近づかないで。は？おい、篠崎。おい。何よ。もうちょい力抜けよ。中島さんの学生証、幸子さんの切れ端も。後で渡せばいい。問題ないだろう。何も。市場を優先してクラスの人に暴言なんて、私、委員長として失格だわ。篠崎歩美個人としては、素直な反応だろ。俺がお前の立場でもああ言うと思うぜ。そう？多分。なんか気楽になった。ああ、確かに今幸子に出会っても懺悔させる方法なんて思いつかないし、ユイ先生を探して坂内でもいいから。とにかくみんなで帰ろう。あ、大変なことになってしまった。私は今、オカルト研究の歴史が一変する世紀の瞬間に立ち会っている。今私がどこにいるか説明をして、果たして読者諸氏にはご理解いただけるだろうか。
驚くなかれ、私は今呪われた学び屋天神小学校、その校舎の中にいるのだ。私の有能なる助手、読者にもおそらく名の知れた冴の木奈穂君、霊界に精通している彼女の心霊調査により明らかになった。霊場との接触方法がある。私はもう一人の助手、カメラマンの田口君と二人でその方法を行い、すでに存在しない学校に生きた人間としての禁忌に足を踏み入れた。このまま記事とともに映像も残そうと思う。まずは手当たり次第に調査する。次回記事にて我々がどうなっているのか、この学校の真相が解けるのか、私も非常に楽しみで仕方がない。こうなったらとことん行く。期待して待っていてほしい。一度ここで筆を置く。私自らが証拠を携えて霊界と通じる生き証人になってみせよう。奈穂さんの師匠、オカルト作家兼猟奇事件ルポライターの響先生も、本当にここに来ていたんだわ。嫌な言い方だけれど、奈穂さんの方が売れっ子になっていたし、
起死回生を狙って特ダネをつかみにここに来たのね。あの死んだ魚みたいな目した女子、師匠なんていたのか。奈穂さんも響先生もはっきりとここに来たって言っている。霊魂の話では児童霊の呪いで監禁されているってことだったし、児童ユキちゃんの霊は連れてきているのは自分たちじゃないって。やっぱり幸せの幸子さんに失敗したからだわ。私たちがここに連れてこられたのは幸子さんを怒らせたせい。あの時ちゃんと奈穂さんのブログの指示通りに、おまじないに成功していれば。篠崎。私はただみんなずっと一緒に友達でいられると思ったから。篠崎、抱え込むな。こんなもん誰が予測できるって言うんだ。
みんなごめん。私のせいだ。調査メモ、気が引けるけど読ませてもらおう。霊場調査ファイル01、心霊医療心臓外科病棟未調査。霊場調査ファイル02、経験天神小学校、現在調査中。実地調査方法、入手。要2名以上。
帰還方法、入手。情報をさらに収集し、退路の保管を行う必要あり。現地で篠崎家の調査を進めるだけで、強い霊障を受けた。体の右半分が麻痺、左鼓膜に異常、姿写真にオーブ、影響あり。数週間にわたる頭蓋感、吐き気、下血。危険なので今回、天神小学校の実地調査には、先生は同行させない方がいいかもしれない。先生、今日も持ち込み、ダメだったようだ。この出版社で何度目だろうか。こんなに面白い作品なのに。尖りすぎていて、分かってもらえないのか。先生が背中を丸めてしまって、かわいそうだ。しかし、今の猟奇事件ルポ記事の連載は、絶対に化けると思う。私も、できることは何であっても協力する。奈穂さんがブログで公開している霊界調査、そのメモノートを。こんな形で読む日が来るなんて。ちゃんと普通に出会って、お友達になれたら。それから、読ませてもらいたかった。奈穂さん、私の憧れの人。
夏試験があったので、久しぶりに学校へ出ていた間に。先生が私を置いて、現地、天神省へ行ってしまった。まだ情報が少ない状態で、危険すぎるとあれほど言ったのに。助手田口さんがそそのかしたのだ。単純だが効力のある帰還方法は先生に伝えてあるけれど、やはり心配だ。ブログの更新も完了。友人のさやかを巻き込んでしまうので気が引けるが、それより私も実地調査を開始する。この登る何、ナオさん、ナオさん亡くなる前に何があったんだろう。床を探して校舎内をさまよう。俺たちは別館への通路が開いているのを発見した。本当だ、あっちにも校舎。ナオミ、大丈夫か？俺も怖いけど。うん、大丈夫だ。二人でいればなんとかなる。ダメ、二人でいればまた後悔が襲ってきて私の心をねじり上げる。人の気持ちも知らないで！聖子の最後の言葉が耳から離れない。ナオミ、大丈夫だ。お前のせいじゃない。元気づけてくれたサトシにはああ言ったけど、靴も揃えて置いてあったし、あれは自殺で。きっかけはきっと私の八つ当たりに違いない。絶対そうだ、きっとそうだ。聖子、絶対私に怒ってる。お母ちゃん、きっと見つけてあげるからね。ひどい。これは刺し傷だ。何度も何度も刺し刻まれている。
この人、殺されて間もないよね。はあ、そう見えるな。はっ、サトシ、あれ、あれは。嘘だ。サトシ、間違いない。毎朝俺も見てる。これはユカの靴だ。そんな。なんだよ、ここで何があったんだよ。痛い。血が出ちゃった。靴かわいい。あなたはさっき助けてくれたの。怖い人から逃げられたよ。かわいい。むちゃくちゃしたい。は？私の言うこと聞く？お姉ちゃんね、あなたのお話なら聞くよ。幽霊、怖いけど、なんだか、あなたは怖くない気がするの。誰に物を言っている、この小娘が。くびり殺してやるぞ。あれは、これは、森重の携帯だ。録画完了。森重、何か撮ったのかな？マイル！マイル！
行くか。よかった、大丈夫、怪我はない。ゆか、わかるか、俺だ。そうだ、もう大丈夫だぞ。悪かったな、一人にして怖かったな。ごめんな、ごめん。よかった。さ、ゆか、立てるか。ん、ゆか、何か落としたぞ。テープ。何これ、ゆか知らない。どこに持っていたんだ。わかんない、ゆか、これ初めて見るもん。君が悪いな。けど、これって…うん、ラベルに、キビキ取材にって書いてある。続きだよ。ここから帰る方法、見られるかもしれない。だな。よし、見に行ってみるか。ゆか、さあ行こう。うん。
一人になってはいけない、一人になってはいけない。ここに来たのは我々が一番ではなかったらしい。すでに何人かの先達がいた。皆一様に死ぬかこの校舎に食われていた。食われるという表現を使うのには理由がある。この学校を包んでいる巨大な呪い、それに深く心が蝕まれてしまう。すなわち心の隙を作ることは自殺行為に等しい。深い絶望や孤独感に心をつかまれると、あっという間に呪いに心を侵食されてしまうのだ。結果肉体は壊死を始め、魂は消し炭のように真っ黒になり、我々はこれを黒化と呼ぶが、この校舎に吸収され、その一部とされてしまう。例外として肉体は蝕まれずに、激しい思念のみが残留し焼き付いたりすることもあるようだが、ほとんどの場合魂はその場に固定され、成仏もできずに永遠にそこに留まり続けることになる。こうしてこの学校は犠牲者を喰らい、どんどん膨張を続けているようだ。ゾッとする。この霊場との接触方法、幸子のまじないを現世で世間に公開していたら、この被害がさらに拡大するところだった。この第4回も次回の第5回も、読者は私と同じく監禁された犠牲者ということになってしまった。しかしせめて生き残るための参考になればと思う。読者のあなたに希望を残せたらと願ってやまないのだ。第5回も楽しみにしていてほしい。助手の田口君はどこかへ消えてしまった。一人になった私はもう帰ることができなくなった。だが私は書き続ける。使命だからだ。何が起こっても命ある限り、手が動く限り書き続ける。ゆか、さっきのテープ貸してくれるか？うん。よし、入れてみるぞ。一
人になってはいけない。一人になってはいけない。死んではいけない。絶望してはいけない。これを見ているあなたに、ここから脱出する逆打ちの方法を残しておく。幸子のまじないを清純法灯用に、人数に幸子を加えた回数唱え、ちぎった片白の切れ端同士をくっつけるのだ。しなければよかった。来なければよかった。君があんなことに。先生。大丈夫か？うん、大丈夫。当たらなかったよ。そうか。ねえ、サトシ、今の映像。ああ、この部屋で撮られたものだな。この匂いか。最初に感じた石を。白骨死体だ。服装からさっきの映像のキビキって人と、女の子の制服は私がさっき会った幽霊の女の子のだよ。俺も職員室で話した女子だ。篠崎が言ってた那穂って子かもしれないな。どうした？サトシ、奥に、押し入れの奥に何かない？ん？何もないぞ。もっと奥の方、よく見て。壁に隙間がない？ん？あ、あるぞ。奥にもう一個部屋がある。はお前、なんで知ってるんだ？私もわかんない。ただ、そんな気がしたの。とにかく調べてみるか。大丈夫か、ゆか？二人の白骨死体があるから、踏まないように気をつけろよ。ええ。真っ暗。大丈夫？手、繋いでてあげるよ。うん。ナオミお姉ちゃん、優しい。なんだここは。すごい匂いだぞ。これってトイレ？はしご。どこに出るんだろうな。おい、ナオミ！お姉ちゃん！いっぺんに使うと壊れそうだな。ユカ、ナオミが登りきったらお前先に登りな。うん。ユカ、最後がいい。ん？ああ、でも大丈夫か？俺が登りきるまで一人でここにいても。うん、平気。
お前一人残してて何かが急に襲ってきたらどうするんだ。お前のパンツなんかいつも見てるんだから平気だって。今日は嫌なの。仕方ないな。じゃあ上で声をかけたらお前もすぐに登ってくるんだぞ。うん。ゆかいいぞ、登ってくる。ナオミ、どこだ。サトシ、これは女子トイレか。なんでこんなところと繋がってるんだ。よりにもよってどうしてここなの。ここは篠原が死んだ場所だ。やだ、もうやだ。聖子が怒ってるんだ。やっぱり私が、私のせいで聖子は死んだんだよ。ナオミ、違うよ。お前のせいでも自殺でもない。どうして違うって言い切れるの。あの時の私の言葉聞いてないから。サトシは、それ聖子の携帯。死んでしまう直前まであいつはお前のことを心配してたんだよ。送信されていないけどお前宛にメールを書いてたんだ。あいつ読んでみな。聖子。気持ちが落ち着くまではと思って、ナオミには見せずにいたんだ。すまない。落ち着いたか。うん、ごめん。篠原の気持ちに応えるためにも絶対に出るぞ、こんな学校。うん。お兄ちゃん、ゆか見つけた。ん？これテープか。さっきカメラが壊れてしまったからもう見れないな。うん、一応持っておこう。よく見つけたな、ゆか。とにかく幸子のおまじないの逆打ちの方法は分かったぞ。篠崎たちと合流しよう。そうだね。サトシ、おまじないの切れ端はちゃんと持ってる？ああ、持ってるよ。ほら。ゆかも。えらいな。なくすなよ。お前は？うん、私も。あれ？え？嘘。あれ？やだ。学生証がない。挟んでおいたのに。ナオミ、落ち着け。よく探してみろ。あ、うん、だけど、さっき確かに、
幸子さんの切れ端を挟んだ学生証、スカートのポケットに入れたんだよ。セコに見せた時に、ない、ないよ。やだ！このままじゃ、私、帰れない。そう心配するなよ。さっきまで持ってたんだろ？この校舎の中で落としたのなら、きっと見つかるさ。だけど、このままもし出てこなかったら、私だけ、私だけ。ナオミ、大丈夫だ。お前一人置いてったりしない。見つかるまで、最後まで一緒にいるから。ゆかも。兄ちゃんと一緒に、ナオミお姉ちゃんと、姉ちゃんと、ごめんね。私、ほんとダメだね。悪い方にばっかり考えちゃって。私はいいから、ダメだったら、ゆかちゃんは、サトシと一緒に帰るんだよ。いや！じゃあ、探してくるよ、私。学生証。ナオミ、待て！一緒に探しに行こう。